10年間ニートをやってました。10年ニートをやってました、えー。最近自分の行動が変わってきてバイトを始めました。えー、しかし3日ほどでやめ、やめてを繰り返しています。何か気持ちを持続させる方法はないでしょうか。とまあね。 あのー、いろいろ,いろいろいろこの人書いてきたんだけども、もう俺まとめて、こ,この3行にまとめたよ。えー、じゃあアンケート2を出してください。はい。こんな質問が来ました。1 2年、2度やってみました。関して、えー、3日ほどでやめてを繰り返してますと1人1、わかるよ。俺も同じ気持ちだ。2、分からん。働け <laughs> 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 はい。皆さんの答えいかがでしょうかはい。どうでしょうか答え出してください。お 分からん働きが7割 <laughs> 分かるよ俺もねもう同じ気持ちで3割あのねこれ面白いねいや何が面白いのかっていうとみんなの中の7割が働けって思って3割が分かる分かるっていうのは はっきりとそういう人たちに分かれるんじゃなくて、個人の中の気持ちとしてそうなってるというところがあるじゃん。自分の中の7割が何言ってんだ、バカロろ、働けって思うと同時に、3割ぐらいの弱気になってる自分が分かるわ、っていうのがあるっていうのが、この回答じゃないかと思うんだけども。ほらね。もうあの、僕にしてみれば、ニートをやるっていう行動選択っていうかね、ニートをやってたっていうのが分かんないんだよ。ニート状態に陥っちゃったとか、なんだろうな。 あのー、浪人やってるみたいなもんで、な、なおーでもね、あのー、なんだろうな、自分の行動が変わってきてバイト始めましたって書いてるんだけども、決意だけであんまり人は変わらないんだよ。で、決意だけで自分が変わったと思ってるから、本当は変わってないのに、変わったと思い込んじゃうから、やっぱり3日ぐらいで辞めちゃうんだと思うよね。だから、もうぶっちゃけね、あのー、割と追い詰められてるみたいだから、 あのー、自殺などを考えてみてはいかがでしょうかって思うんだけどもお、なんで俺死なないのかなとか、死んでもいいんじゃないのかなっていうふうに、ちょっとね、一回思い切って考えてみてください。なんで俺死なないんだろうって思った時に、なんかね、それが思いつかない。これやりたいからとか、いや、これをやるまでは死ねないっていうのは多分ないと思うんだよ。で、そうなってくると、もう生きたいために、 もうただ単に死にたくないから生きたくないために生きてるんだっていうような回答が自分の中で浮いてきたらそれでいいと思うんだけどねあの結論としてもう本当に働くのはもう食うためだと割り切ってもう生きるためだ,だというふうに割り切ってあの必要最低限食える分だけ働くんでいい3日でやめようが4日でやめようがやめてあのやってやめてやってギリギリ食えてればそれでいいから 一回その、なんだろうな、果てしなく、なんで俺言いてんだろうというところまで考えちゃったらどうかなと思います。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。